はいはい。ただいま、お仕事終わりまして、帰ろうと思ったんですが、今日のね、お仕事中に LINE が入りまして、とある方から。なんかね、遠回しにね、会いたいなら会いたいって言えばいいんですよ。もう、全く。なので、差し入れ、豚まん買って、ちょっと会いに行ってきますわ。もう会いたいなら会いたいって言えばいいのに、もう。ね。T 字にいねえとしたら、こっちしかねえよね。いねがったりして、全然違うとこ行ったりして。だからこれもう電気つけていくよ。いだ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 わいだ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 わ。これこうにこれこれ喜んでる、あれ喜んでる、あれメガサバさん来たから喜んでるよ。あれメガサバさん来たから喜んでる、喜んでる人がある。もうラジが釣れますよ。会いたいなら会いたいって言えばいいのに、素直に。さあ一歩おった。会いたいなら会いたいって言えばいいんだって、素直に。別にそうじゃないんです。もっともっと、あんなに仕事中に。来る時は連絡をしろと言われたので、連絡したわけですよ。あと釣れてんの？もう釣れた、ちょっとだけ。おお、で泳がせんの？こら、こら、こら、ちょっと今いいか、これ、うんうんうん、これちょっとちょっとクレーム入れていい？うん、クレーム入れていいか。そうね。メバル話せ。これは話します。もちろんメバル可愛いじゃないか。いやすごい可愛い。おお、これ慣れてんの、これ、ね、すごい可愛いメバル。へえ、いるんだね、やっぱ。あっち完全に子供っすね。ああ、やっぱ変に動かすと食わなくていい。そう、どうぞ。これ元気そうで何より、お元気そうで何よりで。この間森君と小林さん来た時、いや最近連絡取ってねえから死んでいくかもしんねえんだよねっつって自粛をしてました。やっぱり自粛してたんだ。考えるものがありましたよね。そうなんだ。じゃあメガサブさんもちょっと遊ぶかな。はい、そんなわけでルーちゃんが来てたんですよね。今ルーちゃんあっちでなんかね、俺に喋りかけてるんですけど、俺こっち来ちゃった。メガサブさん秘密兵器を手に入れたんですよ。じゃじゃん、老眼鏡ね。これで、これでもうメガサブさん夜少しストレスなく釣りできます。というわけでルーちゃんがいるんで、せっかくだからちょっと遊んでってみっかな。一通りチグタン投げで、ルーちゃん的には味釣ってくれって言ってたんで、味釣るか。味釣りますわ。てかお仕事帰りちょびっとこう寄り海的なあれなんで、あんま長い時間はやりませんが、ルーちゃんが味釣れって言うから、ルーちゃんが味釣れって言うから味釣るよ。ジグタンをちょっと風あるんで、でもう味がボトム付近つか、この竿もこれ先っちょめっちゃ錆びてんやん。なんでこんな錆びてんの、いつの間にか。これ錆びてんの、カビ入ってんの。錆びてる、ダメだ、整備します。で、いや最高、老眼鏡って最高。1.3、1.5 にしようかな。 1.3、1.3、 あれ 1.5 ねえの、メガさん。1.08、 あれこれ 1.3 が一番重いのか。あった 1.5。 メガサブさん大好き、小悪魔人ゲット。最近これバックワンの中はこれで十分。もうね、サイズを選ばない、ちっちゃいので遊ぶのはこれだ。で最高ですよって思います。老眼に優しい、この具合もね、でかいし。いや、やっぱ老眼鏡あるって、老眼鏡あるって幸せ。味釣ればいいんですね。いやもうぜひ味を、味ネバルはあの金量を、ね、味釣ればいいですね。どっちに投げてるんですか。あ、本当に全部間違うの。味釣ればいいですね。帯で食わせるんですけど、沖からちょっとそのあのゴロタのそっち側は狙ってみるかな。まあ要はそのケイソンの、そう、違うと。ゴロタのそっち側。ではこの間真面目に本気でバス釣りやっちゃいましたよ。この間アップしたやつ。そう。
菅の兄が住んでる近くに、うん、50アップが 4,5 本いる池があって、うん、そこを攻略したいなと今年は思ってるんだけど、なんか全然こう気となる場所が分かんなくて、冬場の、はい、おっと、あすいません、基本何カーブフォール、カーブテンションフォールだけでアクションさせないのは、させない、やっぱそうなんだ、いや味はやっぱそうなんだ、やっぱそうなんだと感じてて、もう俺もそんなそんな味も本気でやってないからあれだけど、あのたまる場所ってあるよ、やっぱりたまる場所、たまるっていうか止まる場所、うん、だここで言ったらあの角とか、うん、あとはそっちの先端の内側とか、意外にそれはじゃあその常夜灯があるとか関係なしで、関係なしに多分、ね、地形的な部分だったりと思うんだよ、うん、だ面白いのはそっち側のあの そこ口開いてこう入って船入ってくれるようになったでしょ、うん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 、あれの外側って浅間爪戸がみんなサビキ戸がですげえいいサイズ釣ってるとかあるんだけど、うん、それがパタリと釣れない時に実はそれのほんのちょっと内側に溜まってるとか、何なんでしょうみたいな、そういうのはある、とりあえず 2,3 匹釣れればそれで満足みたいな、2,3 匹じゃ足立たなりませんよ、ルイちゃん食べるために釣ってっからね。ほらとりあえずならないじゃない、とりあえず仕事帰りにちょびっと寄り道してちょろっと遊んでそれでいいやぐれいな人だから、お、なんかパシャパシャやってますよ、あれなんすか、あれなんかパシャパシャやってますよって、あれアジ、アジ上ずってますよ、アジ、あそこでパシャ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 今アジ上ずってましたよ、あれオイルして、あそこまでちょっと投げる方向ねえんすか、え、パシャパシャしてたよ、パシャパシャ、ルイちゃんアジだな、ルイちゃんアジだよ、ルイちゃんアジだだよ、パシャパシャしてるな、アジほら出ました、ほら今アジングで、アジアジングで、アジ、はい来たよ、はい来たよ、アジ、アジボイルってるよ、アジすごいよ、はい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 、一応リール巻いてるとこだけ映しとく、うぃーい、元サイズいいんじゃないですか、あーい、すごい当たってるよ、俺もすごい当たってます、うん、乗せらんねー、すげえしゃべられてます、うっそちっちゃいな、ちっちゃいな、ちっちゃいな、群れが違うのか、当たってんのか、これちっちゃいな、多分群れ変わってんだって、あんまりその方がいいんじゃないですか、もうレンジ使いましょう、でもあの勘違いし、あ、多分ダメですよ、これ低いとはこれです、あれでもってられません、いや、これ多分勘違いがいると思う、簡単ではないと、絶対これバス釣りしてる人なら釣れます、日原そのもの釣ってる人なら釣れます、藤田夏樹なら釣りますよ、夏樹なら釣ります、2時間待ってられる男だ、夏樹と藤門は釣るんじゃない肉まんも買ってきたんだ、肉まんと飲み物も欲しいだろうね、で、あ、まあ、まあマミー買ってるんですか、マミー、これどういう心境でマミーだったんですか、なんか目に入ったから初めて
目に入ってた。初めてルイちゃんのマミ。肉まんでも食べてくださいよ。いや、食べてくださいよって言ってたんです。ちょっと肉まんいただきますね。食べてください。おぎざおに来た。おい、おぎざおに来た。やべえ、もう完全スイッチ入ってる。え、何釣ってんの？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 何それ？何それ？ドンちゃん。久々に見た。ドンちゃん。久々に見たドンちゃん。本当は今日穴子になったんですけども、まあでもドンちゃん。久々に見たドンちゃん。まだ生存してたんだ。うん。ドンちゃん。ほらやっぱり単純なおにジグタンスは。結果五は五に従いですよ。結果五は五に従い。レフェリーのつくね。やべえな。足首だよ。最高かよ。隣の人はまあまあ長くやってた。いや、みんなたくさん来てからですね。これが多分来ないです。いいじゃないですか。あれっすね、なんか食わせんのは、うん、多分ケイソンの上、うん、あ、上あたり、あたりで食わせる感じ。さすがっすね。小名浜を知り尽くした男。いや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 、いや、マミー飲んでないですね、これ。あ、ま、マミー飲んでない。あれ、マミー飲もっかな。マミー、久々っすよ、多分10月来た時以来だな、こんな釣れるの。何気にもう一匹釣ったらさよならって言おうと思ってたっけ、うん、バイトなくなって。あの、そんなもんすから、大体そんなもんす。もう一匹釣ったらもう寒いから帰るよ。うわ、マミこんな濃かったんですね。新発売って書いてあった。え、マミ新発売ってどういうことだろう。マミってほら昔あの500なんかパックでパック売ってたやつですよね、うん、そう味全然違いますよ。え、そうなの。超濃厚。マミってだってヤクルト系の味。表現が正しいかどうか分かりませんけども、うん、濃厚さで言ったらマダラの白子に近いです。てかめっちゃあれすんげーライズしてる。マジで最近最も生命感あるんじゃないですか。じゃあだって俺来てないから分かんないよ。いや俺、うん、おすげえ。ほらすマジかよ。すごいっしょ。やばいな。やばいよねあれね。半端ねえよね。すごい。これね、広告しなきゃ。皆さんね、動画をご覧になってる皆様、今メガサブさんとルーちゃんの目の前、味だらけで味がバッチャバッチャやってます。最近ね、ああいうアジのライズってあんま見ないですよね。すごいね、そのぐらい。ダメだ、もう無理だ。いや、もう無理、もう無理、もう無理っすね。入りますね、もう無理っすね。全然気温が下がらない。寒いって。この街は一体どうなってるんだ。ほら、上がりバスじゃなくて上がり味、上がり味、おごり味、めっちゃ効いてる。上がり味だけど、いやー、もう今日は大活躍ですよ。大活躍ですね。今日はルーちゃんの晩飯を釣りに来ました。メガサボさん活躍したと思いますよ。いやー、あのちょっとなんやかんやびっくりですね。なんやかんや活躍しましたよね。ライズを見つけたのから始まりですよ。そうっすねパシャパシャ始まりましたよからっていう。おい、はい、そんなわけでもういわき陣は無理っす。寒くて長通り陣はまだ頑張るみたいですけど、特に会津若松方面の方、新潟方面の方、新潟方面の方頑張るみたいですけど、いや、おすすめですよ。サメ、これあれ魚どこに入れたの。うん、イカ新バケツのがいると思います。全部、いや、3分の2ぐらい見えなくなっちゃったもんね。なわけで
まあ、何やかんだもう 2,30 匹行ったね。全然30匹超えたね。30匹は普通に行った、30匹普通に行ったね。いやなわけで宮迫さん、お仕事帰りにちょろっと来ただけだったんですけど、ルーちゃんと楽しくて遊んじゃいました。はい、なわけでじゃあ最後にお願いしていいですか。何ですか。あの YouTube の最後って言ったら大体ゴーゴー NBC。 ゴーゴー NBC じゃないよこれ。何気に画面汚かった。ゴーゴー NBC じゃないですよ。何登録でしたっけ。チャンネル登録よろしくお願いします。金曜日はゴミの日。間違ったこと言ってない。間違ったこと言ってない。どれではまた。いや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 、俺鼻水垂れてるから。また来るときは連絡してください。タイミングが合えばマミー買ってきますから。マミーは買ってない。本当にマミーマジで。マミー後で買って飲んでみてください。後で買って飲んでみよう。ちょっと俺らの知ってるマミーじゃない。俺らの知ってるマミーじゃないみたいです。なわけでこんなメガサブ TV ですがね、チャンネル登録高評価ね、よろしかったらコメントとよろしくお願い申し上げます。金曜日はゴミの日です。